立場からすると、取締役というのは再選が可能なんだよね。再選が可能、再選が可能なんだけども、皆さんの立場からするとこの取締役の任期というのは長い方がいいんだろうか短い方がいいんだろうか。 From shareholders or banks perspective, the duration of board members should be shorter or longer. They could be re-elected. They could be re-elected. What do you think?But the bank can sign the contract with the financial covenants that restrict the risk or the money that the CEO will spend. If like the limit, like the CEO spend too much money to invest in a risky project, then the bank can like withdraw the money. Stop, stop investing. If you lend the money and if you are.A shareholder, in case of failure of the company, you lose like the money you invested in the company as well as the loan you did. So I think it's 12. Okay. What about corporate governance? What about shareholders? Shareholders.What can they do? They can sell. Governance is okay. どうであれ関係ないの。In case of failure, interest rate doesn't matter. That's what I wanted to tell you.The last time. But for the normal cases, normal situation, interest rate does matter. 金利は重要。ので、これは正しいんだよね。ただ、プロジェクトが失敗しました。失敗して、銀行は CEO 個人にまで借金の取り立てができるかって話だよね。失敗したとき。In case of bankruptcy, can the bank... ストックオプションについては、ちょっとまた今度触れますね。ちょっと今度また触れます。はい。翻訳しないといけないかな。So his suggestion to resolve the conflict of interest is to have banks to become the equity investor. It's better.、And、probably the answer will be shorter will be better. Probably the answer is shorter will be better. But as Masaki said, long time horizon is very important, right? ね、長期的な視野で経営できてすごい重要だよね。だすごい重要なんだけども、お金が足らない場合、元本と金利をどっちを先に返すべきでしょうって話がありました。お金が足らない場合、元本と金利をどっちを先に返すべきでしょう。Who, なんだっけ ?Which should be repaid first? Then, you know, equity ratio would be below 13% ratio. Then, that might hit the financial covenants. So, contract, financial covenants, but we can't. So, within a contract, 契約書に書いてたり、then the other thing is a covenant.Because if, like, let's say, equity ratio becomes like below 40% or 30%, the company does too high risk project, then in case of failure, then their equity would probably be. So, do not hatch your egg into the same.One basket. That's the proverb says, right? Okay. よし、じゃあ今日ここまでだ。ありがとうございました。信用、その銀行を信用し続けられるのかっていうと、ちょっと難しい点があると思います。The price percentage of shares should make a decision, should help, make, help the CEO make the correct decision. We can CEO. それもあり。それもあり。うん。高いリスクを設定しないと、なんか、お金は多分、すぐ、なんか、求められやすくなるから、なんだ、in the same、in the same、なんだろうな、in the same、same、same、なんて言うんだろう、こういうとき、mind to yes。正しいね、正しいねっていうか、まあ、実際そうやってましたってことはあるんですか。そうすると、チーム中、1、2、3チームぐらいは株主総会。株主総会というのが一つの、手法だって話です。So, 3 out of 8 is saying that shareholders meeting is one of the things that they can stop the CEO to go wrong, right? みんな agree. Agree. 同意する。だそうですね。そうですね。他は、CEO がリスクを取り下げることを避けるかなって思ってたかと思います。高いプロジェクトとかってなっちゃう可能性ありますけれども、そうですね、金利を要求すること自体には問題もないのかなというふうに思いました。
ました。はい。これマイクの。はい。残り何分かとかは、随時伝えていきます。はい。残り2分と1分を言います。はい。という感じでお願いします。はい。はい、ではまずはじめに肯定側、一括採用を肯定する側の立論を始めてください。お願いします。はい。では一括採用が正しい側の立論を始めたいと思います。近藤ゼミ4年の泉理香と申して、まあ、次ちょっと順番変わるんですけど、否定側反発して、肯定側反発して、でもう一回反発して、最後に最終弁論をやりますよというのが流れです。これの情報を与えるような印象を受けたんですけれども、そのように情報をあんまり学生に与えすぎると受動的な学生が増えてしまって情報を受けるだけの学生が増えるというのを初めに説明していきたいと思います。はい、このような感じでまず12月にプレエントリーとセミナーがオープンという形で、まあ、今年からなんですけれども入社してくれますので離職率が減って長く働いてくれる優秀な学生がたくさん入ってくれるというところがあるので、やはり私たちは、通年採用がというのを情報公開するんですけれども、まあ、一括採用であると12月からどの企業も、まあ、一部の企業には少しスタートが遅いこともありますけれども、大体の企業は12月、一括採用であると9月の情報がスタートしから以上に情報が増えてしまって最終的にこっちが、ね、なので通年に進むで結局同じ業界は重なると思います。そういった意味です。この部分に関しては一括も通年も変わらないので、どちらの優劣も語れない。僕の大きな原因としてあげているのが、就活生側と、生じるわけです。戻りまして、これが採用結果に沿った活動ができるということ。また他にも優秀な学生の獲得が可能になる、これは先に。してしまうような議論の仕方は多分できないんだとは思いますけれども、そう考えれば、ちょっと今最近やってることとは感じが違ったのかもしれませんけれども、まあそれでもあれですね、喋るのだけではとりあえずうまいなと思いました。まあ、初めて人生で1回しかないこの就職活動を初めてという形でみんな不安なんですけれども、まあ、みんな一緒に進めるという形で情報交換を学生同士ですることができ、またその活発な人がいよいよ4月から本選考開始という形で、早い人であれば4月から、遅い人でも夏前には、ありがとうございました。立論は、まず通年採用っていうのは何なのかっていうのを説明した上で、通年採用のメリットを、学生、大学、企業、この3つ、3社の立場からそれぞれ説明していきます。では、はい、通年採用とはまず何なのか、3年生にとっては聞き慣れない言葉かもしれない。残りの学生生活によってキャリアアップの機会を増加させようと、結果的に優秀な人材が、会社に入る。このような目的でこの会社は通年採用、自主性、主体性が高められます。会社を深く理解して、興味のある会社を深く理解した上で、やはり実際に入った後のギャップをなくした就職活動ができるっていうのと、はい、学生にとってのメリットっていう、まあ、人間性であったり社会性であったりっていうところはが優秀な学生というふうに考えております。になります。つまり大学側の支援にかける負担が減ります。また、はい、学生の、就職活動の時期がバラバラになることによって出席では、そういうものがなく皆さん活動時期がバラバラになりますので、自主性主体性というものが様式です。言い換えれば必要に応じた採用を行う方式であるわけです。やはりそういう中で、もし一括採用であればみんなさっきのキャリア支援課の話もしたんですけど、みんなで足並みを揃えて
体でこういう流れでやっていくんだよっていうことを教えられる。でその中で自分たちがしっかりレベルアップ、そういうなんて言いますかね、ある程度のもう下積みが今までの流れでできてますので、学生がある程度そのスケジュールに乗ってあのなんて言うんですかね、あの行動するないものが増えてしまいます。その結果志望の高い企業がかぶってしまうの、しまうなど学生や企業にとってもデメリットが生じられると考えます。